はい、席つけよー。席つけー。はい、授業始めます。今日の授業、教科書の23ページから、はい、はい、ここから行こうか。みんな教科書持ってきてるね。はい。まあ、前やった通り、ここテスト範囲の、入ってるから、まあ、ここはテスト出ると思っといていいと思いますけど、おいおい靴下出しなさい出しなさい。すいません。はい。何やこれ、なんで漫画読んでんのなあなあ、今テスト前や。みんながこの集中高めてんねん。立て、みんながこれ集中力高めてる中で、お前が一人漫画読んでたら気になるやろ。漫画読みたいとはグラウンドで読め。グラウンドで読め。なあ。周りのみんなが気になんねん。勉強したいやつが、くしたが漫画読んでな思ったら集中できやなるやろ。そういうの悪影響を与えてんねん。どうしても漫画読みたいでええよ、読め。お前グラウンド行ってこい。どうやろなあ、別にお前が成績下がっていくのは勝手やで。全然先生は勝手や。もう好きにしいや。漫画読みたい。成績下がっていく。全然ええよ。うん。周りに迷惑かかる言うてんねん。お前その勝手な行動で。どうぞ。読めたらグラウンド行ってこいよ。どうすんねん。どうすんねん。授業を受けんのか、漫画読むんか、お前が選べ。もうそれぐらいの年やろ。その代わり漫画どうしても読むって言うんやったら、グラウンド行ってこいな。みんなで卒業しようや。な。今は大事な時期や。こんなガーって勉強する時期ないで、他に。その時期お前漫画読んでんのがめっちゃ目見るやん、こいつ。グーって目見てくるタイプや、怒ってる時。どういう意味やろ、反省してますよって覗き込んできてるやん。ちょっとはそらしてほしいな。なんかちょっとうつむき加減になってほしいね。完全に眼球見てくるタイプやから。どういうことやろな。そうなんです、反省してますっていうことなんかな。たまにおんねんこういう生徒。ここまで覗き込んでくるの珍しいけどな。めっちゃ目見てくるやん。冷めていくねんな。なんかな、怒りにくいね。のあれやしっかりせえ、しっかりしなさい。なんか嫌やな。目合いすぎて嫌やね。怒られてる時に一点見つめてくんね。それ大事な時期やっていうのを、言われへんわ、こんな目見られたら。好きにしなさい。はい、授業再開します。まあ、授業で足りなかった部分はこの YouTube チャンネルで、まあ僕も教えていきたいなと思って、おい！今こうやって、俺が言うてる時になんで漫画読んでんねん。そういうの見たら漫画読んでええんかなって思う人も出てくるやろ。漫画読みたいんか。グラウンド行け。グラウンド行ってこい。めっちゃ目見るよ、こいつ。ぐーって見てくる。いややわ、なんやろ。すいませんでしたって。うつむきながらなんかすいませんって言ってる方が怒りやすいね。うん、好きにせ。うん。チャンネル登録よろしくお願いします。単独ライブ「ジャルジャルタワー2021」開催決定。詳細は概要欄にて。ぜひ見に来てください。ぜひ読んでください。ジャルジャルに興味あるやつネタサロン、なんとゼロから新ネタを作るやつというコーナーもあります。過去の単独も見れます。ゼロからジャルジャルがネタを作ってるとこを見せます。入ろうかな、入れないかな、あー入られる。どっち？インスタグラムもやってるよ。ジャルジャルアイランドもチェックね。てめえ誰だよ。ジャルジャルタワー。